はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。こちら夜トレを終えて、肩をねアイシングしてるとこです。アイシングするとね結構夜ねぐっすり寝れます。ただね毎日植えてやってるんでね、もう体朝ねガチゴチなんですよね。だから少しでもね、体を動かしてね汗かいてほぐしとかないとね、まあ誰かに襲われるってことはなかなかないと思うんですけども、はい、現場でね動き悪ければね、ひょっとしたら事故につながるかもわかんないね。きっちり体を動かせるようにね汗かいております。でもこの日体しんどいんでね、もう今日はもうこれでやめだっていう感じですね。はい、朝はいつもね私ねもう車の中で朝食を終えることが多いですね。もう時間が無駄なんでね、はい、もうとりあえずパッと移動中にね食べるってことが多いです。サンドイッチがね食べにくいんですよ。この前歯を抜いてインプラントをね打ったばっかりなんです。歯がねここ、2ヶ月後ぐらいまでねこのねすきっぱみたいな状態なんですよ。はい、ここはね学生の頃にね回し毛でねクリーンでヒットもらったのはもうこれがだけですね。はい、2本歯が飛んでずっとブリッジやってたんですけどね、でダメ、もう歯はダメだったんで、インプラントすることになりました。はい、大きな毛がいたらこれぐらいかな、空手やってた時っていうだろうね。あとは鼻をねこっちがひっくり返った時にね踏みつけられたことはねあってね、鼻折れたことありますね。まあむちゃく、まあ今まで言うたらこんなことありえないしむちゃむちゃですけども、まあ当時はそういう時代だったと思いますね。もう史上最強という意識がみんなあったんでね、実践っていうのがあって、もうこけたらもう顔を見つけられるっていうね感じだったんでね、まあ仕方ないかなっていう感じですはい、YouTube でもね歯が抜けてるのがね目立ってたんでね、ちょっとね説明させてもらいました。もしもし、はい、お疲れ様です。はい、あ、今例の警察とかが外事警察が官僚が4番来てるんですよね。はい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 、うん、現場に警察が来てるってということで、もうすぐ車ね走らせました。こちらね、モーター島通りからね見たね、私はジェータワトゥーコンドミニアムです。はい、一つね一箇所ねこれグリーンシート外してね外壁の色の検査してるとこさ、こんだけ警察官たくさん来ました。これ班長さんばっかりなんで、あとこれ部下がいっぱい来てたんですけどもね、まあ日本と同じでね、やっぱ犯罪者はね建設現場に逃げ込むようですね。まあそれをね、まあ、定期的に1年間だいたい2回ぐらいねこれ調べに来るんですよね。まだこの建設現場でやっぱり、300人からピークやっぱり500人ぐらい動いてるんでね、まあ、その辺の動きをね警察の方がしっかりね身元確認してるって感じです。問題は今どこがいっぱい入ってる？タイが多いの？ベトナムが多いの？特に日本人の投資者にいつも感謝とか応援させてもらうと、ありがとうございます。本当に、はい、特にうち の建物も社長の建物は一番と思いますね。はい、彼が来年まだ社長にご挨拶し、まあね、お世辞もありますけどもね、確かにね建設やってるんで日本から私たちがカンボジアに投資してる金額というのはね確かに非常に大きいと思います。はい、終わってからですね、42階、43階に行って、まあね、バーのね、スカイバーのね、打ち合わせをね、みんなで行っているところです。はい、3年前のね、デザインあるんですけど、全然悪くないんですけどもね、やっぱりもうスカイバーなんかはね、私基本的に2年か3年ごとぐらいね、デザイン変えていってもいいかなっていうね、その方がお客さんもね、面白みがあっていいと思いますのでね、だからまあ、いいアイディアあるんだね、またスカイバーだけデザイン変えていいよっていう形でね、みんなでこう、ぐーっとね、回っているところです。はい、この日はね天気が非常に良くてね、首都プノンペンのねもう発展しているエリアをね、見渡せてきてね本当気持ちがいいです。はい、最近ちょっとやってなかったですかね、久々にねドヤーっていう形でね警察の方が言うんじゃないですけどね、投資してくれてありがとうございます、そうだやってるよっていう感じでね、ちょっとね自画自賛しております。はい、こちらね1階フロアだけね開けてね色の検査しているところです。やっぱりね日本ペイントのね直接の施工班がやってくれた、やっぱり工事ねしっかりやってくれますよ。本当ね、本当もう感謝してますね。やっぱり全然違いますよ、本当韓国産のね。これをね私日ペイのね塗料を使えって言うとね、韓国産を使うとした業者ねほんま許せないですよね、ほんまね。はい、お昼ねスタッフをね引き連れてね北海道焼肉ね行きました。むちゃむちゃこれ11時半でねもうこんだけ人がいっぱいでね、はい、もうこっから休みないで、2階の前にね
で最後食べるも食べてくれよ。終わった。2月完成するまでね、休みないぞ。ないかね、私が大好き。もう2月末まで休みないで頑張ろう。正月の同じこと、あのハッピーニューイヤーだけ。だからあの、はい、注文何してないで、ね、みんな知ってますか。この方ですね、作戦前の最後の食事は腹いっぱいにしておけってね、ね、こんな感じでね、腹いっぱい食べさせました。はい、美味しいですね、北海道ね、焼き肉ですね。はい、でね、私ね、うっかりしててね、この日ね、リバーサイドというとね、日系の、ベタムカ新出てきたね、ピザ屋さんを、4ピースでね、ランチ約束してたの忘れてですね、12時半ぐらいにね、電話かかってきて、まだですかっていうか、うわ、慌ててね、来たんですよね。はい、もう焼肉でお腹いっぱいだったんですけどね、4ピースやってきました。ここもね、これね、1時前ぐらいけども、人いっぱいでね、しかもね、で、私も焼肉食べてはこのね、チーズとトマトのサラダともうコーヒーだけでいいですって形にしたらですね、相手方がね、結構ね、これなんか美味しそうなの頼んでるなっていう風にね、これチーズの、お寿司みたいなの、あとはこれピザね、これうまいですよね。こう特に左半分のね、オリジナルの、ピザ使うの4ピースのこうチーズをね、こう割ってね、これ広げてくれてっていう形で、ね、見てたらですね、もう本当ね、食べれる余力なかったんですけどね、ちょっとね、俺にも一切れくれないっていう感じでね、食べてね、この生ハムっていうんですかね、これがね、ちょっと塩辛いですけど、これ微妙に合うんですね、このチーズと、この生地と、って感じですね、これ最高ですね、ここね、本当。はい、これ私どこに向かってたのかな、なんかもう忘れちゃったな、これ動画撮った時のことですね。これ一応まあ今、BKK1 に戻ってるところですね。はい、遠くから見てね、いろんな角度から見てね、あとまあその、この足場ね、グリーンネット外すのにどれぐらい時間かかるかっていうね、検査しながらね、やってるところです。はい、終わった後ね、またね、いつも私計画ね、今回次のジェタワー2で入れなければいけないね、ジムの器具の選定なんですよね。これスポーツメーカーって本当困るのね、潰れるんですよね。今までジェタワー1、ジェシティ入れたね、会社が潰れちゃってね、新しい機械のね、選定しないといけないっていうことで、ね、はい、もう大変です。あと防音ね、音がね、ガチンガチン下に響かないようにね、今きっちりね、その計画もやっているところです。はい、今これあたりで55階建てのプランを立ててて、まあね、週末にミーティングということで、ね、まあしっかりプラン作ってるところです。はい、もう何も言わなくてもね、クリスマスのツリーなんか飾ってくれて、スタッフの人らもね、だいぶ分かってきてくれましたよね。はい、これ夜トレです。これ120キロ、はい、130キロ上げてね。はい、いつもね、なんか、こんなトレーニングして遊んでるだけのイメージがね、私あるんですけどね、今日はね、ちょっと仕事をやってますっていうのをね、皆さんにアピールしとこうかなっていう形でね、一日中こういうとね、朝と夜トレーニングして、夜ね、飯食いに行って遊んでるのかなって、いや、全然仕事ちゃんとした僕、ちゃんと現場主義なんで、必ず行って、しさしずしてってこうやってますのでね。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。あ、これね、日本橋が今日見えるんですよね。いいですね、本当に。はい、私たちのね、ジェタワー2の観戦をね、皆様、楽しみにね、していただきたいと思います。